ネギ前です。今回はすごいものを見つけてきました。こちら紹介しやすいようにちょっとここテープ貼ってたのを切ってるんですけど、まだ私も中身は見てません。実はこれアニメイトの渋谷店、そう渋谷店に久々に行ったんですよ。エスカレーターがねこうあるんですよ。でそのエスカレーターの降りる方、アニメイトが3階にあって2階の楽器屋さんの方に降りる方のエスカレーターの付近にこれが置いてたんですよ。じゃあなんかねその前に貼ってたのがこれ第2弾みたいで、第1弾が終わってこの第2弾が8月の19日からかな、なんかそんな感じで置いてたみたいで、これがなんと1000円だったんですよ。でもちろんこのテープでベタっと貼られてて、私が行った時は10袋ぐらい残ってて、その数に限るっていう感じだったんですけど、1000円だったのでちょっとこれは動画にしたいと思って買ってきました。一応ねこんな感じですごいたくさん入ってそうなんですよ。持った感じそんなに重くはないけど、まあ結構1000円の割にはすごいずっしりしてるなっていう感じで、じゃあ早速中身をご紹介していこうと思います。ですいません、知らないアニメとかキャラクターとか出てくる可能性があるんですけど、その辺ご了承いただけると嬉しいです。なんかね大きめのファイルっぽいやつかながいくつかあるので、まずじゃあちょっと今膝の上に乗せたので上から、怖いな、はい、あ、イナスマイレブンちゃん、ほら詳しく何回も見てるわけじゃないんですけど、とりあえず一通りね結構私見ててすごっ、いい感じじゃないかな初っ端は。それではどんどん行きます。はい、あ、え、ジャンヌダルク様、ほらすごくない？正直私この時点で1000円ぐらいの価値あるんやけど、え、すごいすごいすごいいい感じいい感じ。次行きます。ファイルがねこれで3つ目最後かな、はい、え、コードギアス、スザク様、裏面がこんな感じ。これはね横のファイルになってます。値段とかはちょっと貼ってないかな。コードギアスか鬼滅のちょっとフィギュアを集めたいなと思うんですけど、集め出したらキリがないじゃないですか。昔スーパーソニックとか結構集めてたんですけど、次はねちょっと大きめなんですよ。いきますね、はい、これ1枚だけでも1000円以上、待って、クリアポスターかな。でもクリアポスターって実は意外と安くて、あ、そう450円、これは値段載ってた、バナナフィッシュ450円のクリアポスター。一応これでねミニクリアポスターらしいです。結構でも大きさはあります。待って、バナナフィッシュ私ちょっと語り出したらキリがないんですけど、大好きやけど辛すぎて内容が、でもう過呼吸になるぐらい泣いちゃうので見ないようにしてたんですよ。最近見たくなったね、泣く覚悟で見るしかない。じゃあちょっとファイルっぽい感じのやつは終わりで、次がねまだゴソゴソとねたくさんあるのでもう紹介していきます。大きめのやつ箱が1個入ってます。せーの、ほい、何や、あ、また稲妻イレブンの、今度はこれ何、ジャパンモデルセットイレブンバンド、え、しかもこれ結構いいやつじゃないのかな。いとこがまだ赤ちゃんと小学生と中学生で男の子がねいるので、もらってくれるかも、使ってくれた方が嬉しいし、あ、ほらすごい、でデジタルっぽい感じになるみたいで、なんかゲームとデータ連動ができる、こういうすごいかっこいいバンド。じゃあ次、あ、タオルかな、はい、これはペニプリ、これ開けてみます。え、めちゃくちゃいいやん、この福袋もうちょっと欲しい。え、めっちゃかっこいい、え、かっこいい、これこっちこんな感じで反対側こんな感じ、使おう、飾れるしめっちゃいいやん。次、まだね細かいのっていうか大きめの、あ、薄いんですけどちょっと大きいやついきます。はい、え、アムロさん、これだけでもね1800円、アムロさん大好き、今飲んでるこの水もねコップ、数年前ユニバとコナンのクールジャパンであるんですけど、その数年前のコラボのやつ、おととし、去年か、ん、おととし、だから今はね多分もう買えないんですけど、え、すごくない、ちょっと今足元に1個落ちちゃったんですけど、あ、え、i7 のアクリルキーホルダーかな、あ、スタンド付きアクリルキーホルダー600円、え、すごいすごい、ちょっと開けます。何この豪華すぎる福袋、ちょっと待って、いきます、はい、あ、紫総合さんかな、もう1個ある、あ、こっち本体で、あ、総合さん、わー、いらっしゃいませ、すごい、え、めっちゃ好きなんやけど、
はい、こんな感じでスタンドにもなるし、あとここキーホルダー、結構アニメ関連やると絶対推しは誰ですかっていう質問ねいただくんですけど、もちろんみんな好きで推しっていう感じなんですけど、なんかそう聞かれると絶対誰か一人答えないとって思っちゃうんですけど、正直全員好きっていうか推しを決めてない作品の方が多くて、実際ね皆さんもそうだと思うんですよ。アニメが好きで見てるとか、推しがねみんな好きで見てるっていう感じだから、まあ、結構誰々悲しいって言うならみたいな感じでお答えさせていただいてるんですけど、アイナヌとかだって決めようなくない？なんかまだまだあるのでさっさと紹介していきますね。すごい動画長くなりそう。これちょっとすごいんですよ。じゃあちょっと手際よく紹介していきます。次こちらサイド M、 すいません私ちょっとサイド M がね詳しくないんですけど、これ一番くじの9章みたいです。シークレットが2つかな、で他こうメンバーがいます。ちょっとこれも開きましょう。開きます。はい、お、天童くんかな、読み方合ってるかな、天童くん来てくださいました。かわいい。あ、しかもチャーム型やからすごいつきやすい。次もう1個箱が1つ、これもサイド M で、次が R 賞です。今度はシークレットないっぽいです。全17種類いきます。お、あ、かわいい。チア、サカキくんかな、めちゃめちゃ可愛い。可愛い系のキャラが多いのかな、いやラバスターがちょっと可愛くなってるのかもしれないけど、可愛いを込めたイケメン。続いていきます。はい、大好き、ウマ娘、プリティダービー、めっちゃ可愛い。え、待って、可愛い可愛い、つままれシリーズめっちゃ可愛い。続いてが、はい、これ慎太郎くんかな、あ、ほら、あの影プロです。これが500円です。すごー。続いてが、これも影プロかな、あ、でもこれね結構厚めのこういうアクリルフィギュアっていうものなんですけど、これ星座が書かれてて裏に伊手座みたいです。私双子座なんですけど、まあでもねすごい可愛い。伊手座って何月やろ、なんかねフェイトとかが今見た限り2つあって、あ、待って、もう1個影プロ系列。はい、アクリルキーホルダーハロウィンバージョンセットって書かれてます。これも500円で、季節感今じゃないけどめちゃめちゃかっこいい。あ、待って、ペルソナ見つけちゃった、北川雄介くん。いやー、かわいい。モルガナも抱っこしてる。次、テニスの王子様の雪村さんです。オールラウンダーめちゃめちゃかっこいいよね。中3とかに見えへんねんけど。次、あ、そう、さっきのフェイト、フェイトのサンリオコラボのめちゃめちゃ可愛いシリーズ。次、あ、これもテニスの王子様、龍馬様主人公ですよ。これが650円らしいです。これ値段書いてた。このユニフォーム欲しいんやけど。私一応ね、中学の時軟式なんですけどテニス部やってました。次、あ、え、待って、ハニワ様とのコラボのやつじゃん。これは何やろ、マグネットかな、ちょっと固めになってる。かわいい、マユメロちゃん。もうあとに残り少なくなってきました。これが、あ、え、アイナナ、リクくん。リクくんの、あ、ミラーね。ちょっと開けよう。ちょっとね、大揉めかな、大きさの割に。怖いな。あ、怖いな。あ、いけた。あ、なるほどね。鏡がこう上と下についてるんですけど、こっちが普通のサイズで、こっちが拡大の、なるタイプ。ちょっと拡大のやつは酔っちゃうので苦手なんですけど、これすごいいい。え、こんなんも売ってたんや、アイナナ。あ、これで1000円らしいです。何この、え、めっちゃお得やん。あ、ボールペンがありました。すごい、ラブラブサンシャインのチカちゃんだと思う。あ、そう、チカちゃん、インクは黒なのかな、多分黒。めっちゃ可愛い。私サンシャインの方のね、グッズ持ってなくて、ラブライブはもう断然小鳥ちゃんも激推しだったんですよ。まあ今も好きで、ね、新ミュージックビデオ楽しみ。次が、全部缶バッジなんですけど、一つ見えてるのが、これ、ブーストの国木田ドッポ様。かっこいい。これが400円。で、残りが、缶バッジ、こういう開封できるやつが4つあるんですけど、今見たら、アイドリッシュセブン、アイナナのやつ、3つあって、これがね、缶バッジじゃなかった。アクリルキーホルダー、さっきのやつのもう1個入ってました。で、あとこっちが缶バッジ2つ。豪華じゃない？で、もう1個が、この稲妻イレブンの缶バッジがありました。ちょっとこっちから先に開けます。こちら、この子が来てくださいました。やっぱでもね、稲妻イレブンは多分いとこに聞いた方がね、すごい詳しいと思うんですよ。一回ちょっと聞いてみよう。じゃあ次、アイナナね、最後開けていきます。次は誰が来るのか。お、あ、待って。かぶっちゃったけど、ソーゴさん。でも私かぶっても全然嬉しいタイプなんですけど、保管する用と飾る用で、やっぱ可愛い。まあそうよね、ランダムやからかぶっても全然当たり前。じゃあ残りこちら、アイナナの缶バッジ2つ。これ前私開封動画で紹介したやつと同じシリーズかな。いきますね、せーの、ほ、あ、
ナギくん。これはファーストライブの時のナギくんかな、衣装が。今のストーリーがね、もうギャン泣き、私。じゃあ次最後いきます。これは本当にもうね、最後です。いきます。せーの。最後、玉木くん。四つ葉玉木くん。やっぱこれファーストライブの時の衣装ですよね。すごい可愛い。でもこのシリーズの缶バッジは私買ってなかった方だからすごい嬉しい。はい、というわけで、ちょっと今ね、すぐ何円相当か数えれないのでわからないんですけど、ものすっごいたくさん入って豪華で、1000円で売っていいのかっていう感じ。まあ、多分あんまり売れなかった残っちゃったものが入ってるっていう感じなんですけど、知らないアニメとか一切なかったからめっちゃお得でした。まあ、でもやっぱり稲妻イレブンに関しては私も見てるんですけど、いとこの方が多分喜んでくれると思うので、一回声かけてみようと思います。というわけでこちら、もしかしたら皆さんもうね、行った時ないっていう可能性高いんですけど、一応たまにはこういうのやってるみたい。渋谷だけかな、まあ、どこでやってるのかわからないんですけど、あと大阪のナンバー、日本橋のアニメイトもあんまりやってることなかったりとか、割と限られてくると思うんですけど、好きなアニメの種類とかが多い方だったらもう断然これ買うとお得なので、皆さんもしね見つけた際はぜひ買ってみてください。ちなみにこれにバッて入ってるんですけど、店員さんがね親切に大きい袋、アニメイトの袋にこれを入れてくださったので、無事にこれをさらけ出して持ち歩くことはなかったのでよかったです。というわけで長くなってしまいましたが、今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。